ルツェルンカルチャーコングレスセンタールツェルン音楽祭は、スイスのルツェルンにおいて、毎年行われる、音楽祭である。春のイースター音楽祭、オスターン、夏の音楽祭、ゾマー、秋のピアノ音楽祭、ピアノという3つの音楽祭が開催されている。ルツェルン音楽祭は、スイス中央部の町、ルツェルンで開催される伝統の音楽祭で、中央スイス地方の主要都市、 ルツェルンで開催される。世界トップクラスのオーケストラ、指揮者、演奏家たちが集まり、年間で約10万人を超える観客が訪れる。メイン会場は、ルツェルン湖畔の複合文化センター、ルツェルンカルチャーコングレスセンター。ルツェルンフェスティバル、オスターンは、主に宗教音楽と公共曲が中心の音楽際で、毎年イースターの時期に行われる。 ルツェルンフェスティバル・ゾマーはメインの音楽祭で毎年特定の作曲家や演奏家テーマにスポットを当てて企画される2003年よりクラウディオ・アバド式によるルツェルンフェスティバル・オーケストラによるコンサートが開催されているルツェルンフェスティバル・ピアノは鍵盤音楽に焦点を当てた音楽祭でクラシックからジャズ、モダンなど幅広いジャンルの有名ソリストや 注目の若手ピアニストが登場する。中央スイス地方にあって、ワーグナーやラフマニーノフが暮らしたルツェルン氏は、1910年代から小さな音楽祭を行っていたが、ザルツブルクでの音楽祭が流星を極めることで、衰退し、1920年頃には行われなくなってしまった。ルツェルン氏は、1933年に完成した。 コングレスハウスとそれに併設された音楽ホールを活用して、この風光明媚なルツェルンでの音楽祭開催を目指し、以前から接触をしていたアドルーフ・ブッシュに相談をしていた。この音楽祭が実現に至るのは、皮肉にも1938年4月に行われたナチスによるオーストリア併合がきっかけであった。ナチスのこの暴挙によって、 ザルツブルク音楽祭を締め出された音楽家たちを集めて音楽祭を開催すべくブッシュにルゼルン氏が持ちかけブッシュの要請に応えたトスカニーニをはじめとする音楽家たちによって1938年に第1回の国際音楽祭が開催された。湖に突き出たトリブシェンの岬にはワーグナーが長く住んだ館がある。現在では1階がワーグナー博物館。 二階が楽器博物館となっている。ここではかつてジークフリートボッカが小島の誕生日のプレゼントとして作曲され、その初演が行われた屋敷である。ゆえに音楽祭の最初のワラコンサートの会場に、このトリブシェンド級ワーグナー邸の前の広場が選ばれた。1938年の第1回の国際音楽祭では、スイスロマンド管弦楽団、 チューリヒ・トーンハレカン弦楽団、バーゼル交響楽団などスイスのオーケストラから優秀な演奏家を集め、トスカニーニと友人、ポーロ、あるいはブッシュ弦楽四重奏団の面々が、弦の各セクションのトップに座った特別編成のオーケストラがアルトゥーロ・トスカニーニの指揮のもと最初の楽音を奏でたのである。翌1939年には、 ワーグナーの娘たちも招待されたトリブシェンの家で、かつて小島の誕生日の日と同じ、1階から2階に続く階段に陣取った演奏家たちと、1階と2階の小さな踊り場から指揮するとスカニーニによって、2回目のコンサートでジークフリートボッカが演奏された。音楽祭には当時、スイスのルガーノに住んでいたブルーノ・ワルターやホロビッツ、ルテルンコハンにセナールソーという家があった。 ラフマニノフやエトビン・フィッシャーなどが招かれ、盛大に行われたが、第3回となる、はずの1940年は戦争勃発により、中止となる。だが、関係者の努力によって、翌1941年にビクトル・デ・サバタと、ミラノ・スカラザのオーケストラによるコンサートが行われ、音楽祭が開催され、1944年には、フルト・ベングラーが招かれる。 フルトベングラーは1945年のドイツの敗戦後にナチスへの協力を疑われ、1947年4月まで演奏が禁止されたが、1947年の8月には再びルツェルンに登場し、亡くなるまで毎年来園している。晩年の1954年にはフィルハーモニア管弦楽団とベートーベンの第9を演奏し、これが 放送用に録音されたものが、後にレコードとして発売され、あまりの見事さにセンセーションを起こした。以降、カラヤンやフリッチャイなど数多くの超一流の音楽家、演奏家が迎えられて、音楽祭が毎年夏、7月末から8月にかけて行われている。1960年代に入ると、作曲家に新作を移植するようになり、古代の公共曲派長長やマルタンの、 トリプティークなどの作品が移植され、初演されている。中でも、コダイの作品は、この音楽祭の恩人でもあるトスカニーニに捧げられた、もので、コダイの弟子であり、音楽祭の常連であったフリクチャイが音楽祭で、初演している。1970年以降は、毎年テーマを決めて、それに沿ったプログラミングをするようになり、ジェレプニン一家や新ウィーン学派、あるいは、 ポーランドなどのある国などをテーマに興味深いコンサートが行われていた。1999年からの音楽祭は、グスタフ・マーラー・ユーゲンと還元楽団がレジデンスオーケストラとして指名され、さらに2003年からはアカデミーを併設するなど、若い音楽家たちの育成に向けて一層の充実が図られている。コンボザー・レジデンスとして、細川俊夫も名を連ねており、今後も 新しい音楽がこの音楽祭から生まれ出てくることが期待されている。ありがとうございます。